実引業株式会社はかつて存在した主に不動産賃貸業を営む日本の企業。本社は東京都立川市泉町。前身は航空機メーカーである立川飛行機株式会社で第二次世界大戦期までは主として帝国陸軍の航空部隊を顧客とする軍用機を製造していた。通称は 立川、立飛など、関連会社に新立川航空機株式会社があり、株式を相互持ち合いしていた。2012年4月には、持ち株会社として株式会社立飛ホールディングスが設立され、立飛企業は新立川航空機とともに、事業部門別に再編成されている。また、系列会社として東京飛行機製作所があった。 熊谷陸軍飛行学校の95式1型練習機、立川飛行機において約1000機が転換生産された一式戦春2型。あとの3型はほぼ全機が立川によって量産されている立川飛行機自体の前身は1924年に設立された株式会社石川島飛行機製作所である。これは石川島重工業が中心となって、 出資設立されたものであった。設立当初は、現在の東京と中央くつき島に工場があったが、1930年には、立川陸軍飛行場のある立川市に移転している。石川島飛行機時代の1934年には、帝国陸軍の依頼を受け中と練習機を開発。これは95式1型練習機として、正式採用されその代概色の練習機塗装から、 赤とんぼと親しまりつつ、第二次世界大戦の敗戦に至るまで陸軍、主力中東練習機として使用された。また主に民間機操縦者を養成する、低新省の航空機乗員養成所においても、使用された。なお、同時期には、初等練習機として95式3型練習機も、開発、採用されている。1936年には、日本軍の要請により、 工場所在地の名を取り立川飛行機株式会社に改称。中堅航空機メーカーとして、ロッキードより L-14 スーパーエレクトラのライセンス生産権を購入して、路式輸送機として生産し、また98式自家橋偵察機、99式高等練習機、1式総発高等練習機等の開発、生産を行いつつ、 大手の中島飛行機が開発した一式戦闘機、春の大規模な遺憾生産を行っていた。また、太平洋戦争機には、東京帝国大学航空研究所との共同で、長距離飛行研究機器77や、独自設計の高高度戦闘機として機94、2といった意欲策も手掛けている。太平洋戦争敗戦後、工場は新中軍に接収されたが、 1949年には、立川飛行機の出資によって、第二会社である、立飛行業株式会社を設立した。航空一部再開によって航空機製造が再開され、1952年には、戦後国産第一号機である、R-52 型系飛行機を開発、また立飛行業は新立川航空機株式会社へと解消した。 新立川航空機は続いて R-53 型軽飛行機も開発したが、いずれも時代遅れの技術であり、量産には至らなかった。さらに、フランスから設計者を招いて RHM 型軽飛行機を開発したが、操縦が非常に難しい機体であり、やはり量産には至らなかった。多摩電機自動車保存車両新中軍による工場接収により、 従業員は事実上解雇されたが、1947年には、富山星作工場長や木74を開発した田中次郎義手が中心となって、東京電気自動車を設立した。約200名が参加し、この時作られた電気自動車は、日本の電気自動車の源流となった。多摩自動車は、混乱期の変転を経て、プリンス自動車工業となり、スカイラインや、 グロリアなどを開発、販売した。技術的には優れていたものの、経営難や通商産業省のメーカー整理統合政策などの諸事情により、1966年に日産自動車へ吸収合併される形となった。一方で、94を開発した長谷川達夫技師は、プリンス自動車に参加することなく、トヨタ自動車工業に入社。クラウンやコロナ、 パブリカ、カローラなど日本を代表する自動車の開発において主査を務めた。本家である立川飛行機は1955年に立、引業株式会社に改消1970年代中期以降は、立飛企業は不動産賃貸部門を主力事業としていた。1961年以降、東京証券取引所、 第2部に新立川航空機と共に上場していたが、2012年1月17日を期日としてマネジメントバイアウトを実施したため、同年1月12日限りで上場廃止。2012年4月に株式会社立飛ホールディングスを設立した。立飛の社名は、前身である立川飛行機の略称から付けられたものであり、玉都市モノレール線の立飛駅もそれに由来する。 ありがとうございます。